今回は、前回ランチメニューでお邪魔した、健一さんに、参謀と白鋼、大学の友人、帰省した司令と、忘年会という形で、お邪魔することにしました。食べ放題、飲み放題もあるので、宴会をするのにもぴったりなお店さん。昼間の時と、ガラッと変わるライトアップ。存在感がすご。ワクワクしながらの入店。店内に入ると、順番待ち時に座れる椅子が、ホットペッパーグルメアプリで予約したので、すんなり席に着けました。店内に入ると、ほぼ満席状態、人気がうかがえます。席数が多いので、グループや家族で利用するのに、ぴったりなお店さんです。席はテーブル席のみとなっています。スタッフさんの対応も活気があって、よかったです。また、ソフトクリーム、ドリンクバーもあります。気になるメニューは、本日がたまたま29日だったので、サービスデーでした。月によって、サービスが変わるみたいです。また、毎月1日は、現役の日ということで、10% 割引らしいです。すご。気になる、食べ放題のメニューは、続いて、グランドメニュう。最後に、飲み物メニュー。食べ放題開始と同時に、司令がガンガンお肉を注文。まず、カルビ。続いて、ロース。続いて、霜降りピータン。白鋼と参謀がお肉を焼いてくれると、お肉を食べる準備をしないと、甘口のタレを垂れ皿へ、辛口のタレを真ん中の垂れ皿へ、飲み放題のカシスソーダが到着しました。カシスの風味にソーダが優しくマッチしていて、飲みやすいです。全体の網を使ってガンガンお肉を焼いてくれています。食べたいものをタッチパネルで注文。お肉が焼き上がりました。
まず、ロースからいただきます。食べ応えのある厚さで、タレとの相性が抜群。続いて、タレにつけたカルビいただきます。肉のうまさが口の中に広がります。お肉ごちそうさまでした。網を見ると、たくさんのお肉が。カシスソーダ、ごちそうさまでした。注文したネギ卵飯到着です。混ぜ混ぜタイム。再び、お肉をいただきました。中落ちカルビ効果で、ガツガツネギ卵飯が進みます。大学の友人が、食べている最中に、そっちに置いてと、まさかのキラーパス。ネギと卵のコンビネーション、ブラボー。大学の友人は美味しいと2杯食べていました。ネギ卵飯、ごちそうさまでした。続いて、石焼きチーズビビンバが到着しました。霜降りピータンをいただきました。癖になる弾力のある食感。石焼きチーズビビンバいただきます。チーズの存在感が素晴らしい。さすが石焼き、体がポカポカになります。キムチとチーズの辛味が、食欲をかきたててくれます。カシスオレンジが到着しました。続いて、豚バラが到着しました。気になって注文した、キノコのバター焼きが到着しました。司令が注文した、ロースが到着。お肉効果で、ガツガツビビンバが進みます。石焼きチーズビビンバ、ごちそうさまでした。豚バラをタレにつけいただきます。ジューシーな味わいにほっこり。どんどんお肉を網の上へ。
5人で食べると、焼くのもハイペース。お肉を見ながら、カシスオレンジいただきます。ナチュラルで、とても飲みやすいカクテル。カシスオレンジごちそうさまでした。本日3杯目は、翠ジンソーダです。爽やかな味わいのジン。翠ジンソーダ、ごちそうさまでした。サンボーと白子がひたすら焼いてくれています。感謝感激。さっぱりレモン冷麺を注文しました。インパクトがすご。歯ごたえある独特の強いコシと、喉越しのいい麺、うまうま。麺からレモンの風味が伝わってきます。グレート。次から次へと食べたくなる美味しさ。さっぱりレモン冷麺、ごちそうさまでした。続いて、とろ玉冷麺をいただきます。アルコールも到着。ファジーネーブル。オクラのネバネバ感に卵。麺にめちゃくちゃ合います。麺の美味しさを再確認。とろ玉冷麺、ごちそうさまでした。網の上に置いていたキノコのバター焼きができました。口の中に広がるキノコの風味がたまらんです。ソーセージも入っています。キノコのバター焼き、ごちそうさまでした。お肉がたくさん鶏ガラに。豚バラいただきます。うまハラミを、
辛口のタレにつけて、いただきます。タレの辛さに、お肉の旨味、ナイスコンビネーション。お肉ごちそうさまでした。ファジーネーブル、ごちそうさまでした。網交換をしていただきました。どんどんお肉を網へ。カルビが焼き上がりました。指令の方を見ると、顔が真っ赤っか。さすが、モルツ中を5杯飲んでる強者。お肉ごちそうさまでした。ホルモンを網へ。レモンサワーが到着しました。タンブラーにほっこり。自然なレモン感に、後口のすっきりさ。さすがこだわりのレモンサワー。レギュラーサイズのご飯、麺を食べたのもあって、結構満腹になってきました。ちょびちょび飲んで食べていきます。注文していた焼肉屋さんのミニカレーが到着しました。食べやすいカレーライス。わさび好きにはたまらなそうな、わさびカルビを焼いています。焼肉屋さんのミニカレー、ごちそうさまでした。すべて、司令がわさびカルビを食べると。続いて、うまハラミを網へ。みんなすごい食欲。5杯目のレモンサワーごちそうさまでした。ポテトフライが到着しました。これが、最後の食事になるかも。次から次へと食べたくなる。結構ボリュームがあります。6杯目のアルコール、カシスオレンジが到着しました。気がつくと、半分以上ポテトフライを食べていました。
揚げ物とアルコール。素晴らしい組み合わせ。ポテトフライごちそうさまでした。あとは、みんなが食べている姿を、見守るだけ。最後の最後に、お肉いただきます。お肉とアルコール。やっぱり最高。カシスオレンジごちそうさまでした。テーブルにはラスト一皿のお肉が。ここで、食べ放題の、100分が終了。残さず食べれてよかった。最後にデザートを、食べ放題終了前に注文した。バニラアイスです。ヒヤッと感からの濃厚なバニラ。ラストにぴったり。バニラアイスごちそうさまでした。食べ放題、飲み放題。ごちそうさまでした。今回は、以前ランチでお邪魔させていただいた、ケンイチさんの食べ放題を楽しんできました。お肉、ビビンバ、ご飯、カレー、冷麺と、いろいろといただき大満足でした。帰省した友人や、普段なかなか会えない友人とゆっくりとお食事ができ、素晴らしいひとときでした。では、今回はこのあたりで失礼します。最後までのご視聴、ありがとうございました。評価とチャンネル登録、よろしくお願いします。